間で。はい。ありがとうございます。本日回も呼んでいただきまして。呼んでいただいてって、そんななんか大層な。でもそれに、その割にはさ、うんうん、文章に起こして、なんていうの、雑誌に載せていいですかとか、テレビ局が、この僕の対談の画像を使っていいですかっていろいろ、まあお話したけど、結構来るんだよね。いや、それがなんか、私と大さんの対談の時のことが。そう。これから他も来るかもしれないけども。まあ、だから結構適当にやってる割には、そういう。いや、ほんとね。だからそういった、なんか、神々しい皆さんのね、そういった、皆さんが見てらっしゃる、かもしれないけど、私は私で普通に喋らせていただくよ。でもさ、普通さ、でもそういうふうに、まあ皆さんこう言ってくださるんですけど、まあそうやってテレビとかに出てる人は、うん、でもそうわざわざ言うってことはさ、普段それだけそういうことをさせてもらってないってことだよね。ああ、そうなのかな、うん、そうなのかなと、ていうかなんか結構、みんな自然に話してないことも多いのかもしれないね。案外。ああ、だからまあやっぱり本音がこう出てるっていうところで面白いなって思ってくださるってこと、うん、本音は出さないでくれって言われるわけ？テレビで。全然、そんなこと言われないよ。だけどさ、あと台本が決まってることもほぼないんだけど。あ、台本ってさ、来るじゃん。テレビとかラジオとかで出るときに。僕も。ありますね。あれって僕読んだことがないんだけどさ。うん、ちゃんと読んでる、うんうんうん、皆さん。いや、私の場合は、例えば、進行だけは、ある程度頭に入れるっていうか、愛をしてくださることもあるけれどね。だから、この話、後でちょっと取っとこうかなっていうような番組もあるよね。そう。普通の、フリーで、こういろんなものに対してこう感想を言っていくとかっていうこととかあったんだけど、そういうことなんかも全くもう思ったことだけ。開けたことがないな。一応送ってくるけど、英語でも日本語でもちゃんと送ってくるけど、見たことがない。お金かかってるのよ、あれきっと。いい紙だ。そんな、だって、パって、まあ、でも見たこと1回か2回あったとしても、結構くだらないことが多いじゃん。こう、なんか、いかにつまらなさそうな質問とか載ったりするとさ、逆にこっちから質問したりして、ぐらって変わっちゃうんだけど、これは生とかだと思って面白いんだけどね。あとさ、その前に、リハみたいなことをしなきゃいけない。生とかだと特に。あ、で、それで、私ね、そのね、リハで私絶対喋んない。なんかこう、二番煎じになっちゃうからね、本番が。そうなの。新鮮さがなくなっちゃうっていうか。自分の中でフレッシュで喋れないので、だからそれはしないようにしてます。まあ、でもね、僕、昔、ほら、なんていうかね、今、まあ、こういう、まあ、だから、今こういうロックダウンだからっていう意味じゃないんだけど、ロックダウンになってからものすごく僕忙しいんですけど、いろんな、東京混声合唱団とのプロジェクト、山田和君とプロジェクトの、ビデオの、あれも、こう、パッて上げてるみたいな感じだけど、僕だけじゃなくて、もちろんのことながら、山田和君もそうだし、東京混声合唱団の中の人たちが映像をやってるんで、だから、すごいもう夜中まで、もう何回もやり取りしてやってるんだけども、だから、それに限らず、いろんなテストとかしてね、だからすごい、それに限らず、なんですけど、すごい忙しいんですけど、でもやっぱりロックダウンになってから、結構昔の、例えばブーレイズとかの、インタビュー集とかを読み始めたのね。うん、何十回も読んだことあるんだけど、で読み始めると、やっぱりインタビュー。私も読み始めてよ。でもさ、答えもさ、もちろんすごいのはすごいんですけど、でもなんてインタビュー集に入ってる、質問する人たちっていうのもすごいよね。いや、もう、なんかこう、痛い。そう。読んでて。っていうか、質問する方もなんかさ、まあ、あえて結構同じ似た人をこう、ブレイズが選んで、やってるから、いくつかの方が同じ質問をするインタビューは、ジャーナリストの人なんだけど、さ、それもなんかこう、なんかすごくこう、イラつかせるような質問をわざわざしてくる人たちがいてさ、それがかっこいいよね。面白い。その質問、答えも。だからさ、第三に聞いてみたいんだけど、日本でね、私、インタビュー受けるときって、やっぱりね、マイルドな質問がすごく多いのよ。だから、まあ、そのね、マイルドに答えになってしまうっていう時はある。でも、あえてこうピリッと言う
時もあるけどね。で、第3みたいに、そのヨーロッパだの、イギリスだのっていうところで、質問を受けるときっていうのは、やっぱりこう、ちょっとこう、変化球が来たりってこと多いの？それとも日本と同じような感じ？あのね、ちょっと違いは。ちょっと一言言わせていただきますと。はいはい。ここ最近僕が特に思う、ここ数年に思うことなんですけど、日本で僕の経験上なんですけどね。こう僕がそういう人に当たるのかわからないんですけど、これ一人だけじゃなくて結構数人、この僕にインタビューしますっていう、してく、します、しますっていう人で、どうぞよろしくお願いしますって言って、始める人たちの中で、やっぱりね、予習してこない人たちが多すぎる。日本だけ、これは。僕の経験って日本だけ。ちょっと、舐めてんのかもならって感じはしますよね、仕事を。最近で？数年。藤倉。いやいや、最近だ、数年だから、予習してこないで、実際だから、例えば、質問で、例えば、藤倉さんは、海外に行ったりとかもなさるんですかって言われて、一つ目、うん、だから、いや、海外って、イギリスの、外でも、仕事で行くってことですかって、いや、日本からの外っていう意味です。けど、僕、一応、ロンドンに住んでるんで、結構小さい時から、っていうか15歳からって言ったら、そうなんですかみたいな。そう。だから、予習ってほどじゃなくて、ただ単に、今からこの人インタビューしなきゃいけないっていう、しろって言われていくんでしょうけど、その時に、その、携帯かスマホで、その人のウェブサイト行って、プロフィール、僕のプロフィールなんて、A4 サイズで1ページあるかぐらいだからさ、それの一段落目にも、メモを読んでないってことですよね。ウィキペディアぐらいは見てよね。見てないんだろうね。いや別にウィキペディアも信頼にかけるところもあると思うんだけど、でも何も知らない。うん。あ、かけるけど出身地ぐらいはさ、とか、あと、その後の、今住んでる。しかもさ、これ面白いのがさ、そのある今話してるその人は、その記者の人が、まあ、僕、その、取材を受ける前に、他のミーティングがあったんですね。うん。で、そこに、まあ、その次の、なんていうかな、取材の場所に一緒に行きましょうと。僕と、例えば、マネージャーの人と、歩いて行ってたんですよ。いろいろ話しながら、そのミーティングからミーティング。まあ、よくある話ですよね。捨てると、まだ、僕、マネージャーの人と、こう、結構、話さなきゃいけないことがあって、で、僕ら結構早かったんですよ。そのミーティング、取材が始まる5分前にも近くに行ってたので、いたので、まだ5分、時間がある、ので、ちょっとこの、今話してる話を終えてから行きましょうって話になって、まあ普通ですよね。で、それで外なんで、外で見てると、その取材を次にするっていう記者の方が見えるんですよ。で待ってるんですよね。僕らなんか来る、いるっていうのは気づいてないんだけど、いるんですよ。はい。うん。でもその間も、その人は、ただ立ってるだけ。だからその5分間にスマホでピピピピピピ、あっちゃ、今日、この藤川っていう人なんか取材しなきゃいけないんだけど、誰か知らんわかんないんだよね、つって、調べたらいいわけじゃん。ピピピってその5分の間に待ってんだから、何もせず。スマホで、ててててててって、あ、okay、こういう人なんだ、ちょっと、私よくわかんないけど、みたいな感じで、まあ、下がでできるじゃないですか。それもなく、ずっと立ってるけど、僕その人見つめながら、遠くから、別の話をしてたからさ。それでさ、もう、事前調べがすごすぎて、もうそこで調べるまでもないっていう風だったらわかるよ。そうじゃないでしょ。何にも知らないっていう。何にも。いや、不思議すぎてさ。だってさ、私、第三とやっぱり最初に会うときとか、まあ、第三のことはやっぱり前から知ってたけれども、でもさ、やっぱり初めて会う音楽家の方と、ただ普通に食事するっていうだけ、いや、そうじゃなくても、やっぱりその人のこと知れるだけは、やっぱちょっと知っとこうかなっていうときはあるよね、やっぱり。でもさ、それはさ、それはただ、お友達レベルで会うわけじゃないですか。でもさ、取材って言ったらさ、だって仕事だからね。仕事だから、取材って。友達レベルでお食事会っていうのですら、うん、まあまあ普通のビビ、ね、あれどうだったっけみたいな時ってあるじゃん。なんか、ああ、失礼になっちゃいけないし、やっぱりちょっと目上の人だったりすると、記憶違いだったりしたことを言いたくないので、なので、調べとこうとか、じゃなくてさ、しかも取材ってことになって。だって多分お仕事からお給料もらってるわけじゃん。あ、安いとはいえ、多分ジャーナリストの仕事は安いだろうから。それとはいえさ、びっくりじゃん、それって。しかもね、あともう一つあるのが、この、あとも別の人で、この音楽、
この音楽でこういう、ちょっとあんまり詳しく言いすぎるとかわいそうだから、こういう内容で、これらの音楽のことについての取材になりますっていうふうに決まってたことあったわけね。だから、一週間前に、もう作品、僕の作品じゃないですよ。僕、違う人の作品で、僕が興味のある、音楽家とか、音楽だとか、録音とかを、話しましょうっていう取材だったわけ。僕、それ、取材させてく、あ、してくださいって言ったわけじゃなくて、もちろん、その趣旨でやってくださいって言われて。で、僕が選んで、じゃあ、これで話しましょうみたいな。で、一週間経つじゃないですか。一週間あったんですよ。それで、全く誰も知らないっていう、話題に上がってる人は、どういう方ですかって言われたの。この音楽家は。だからそれもスカイブでやったんですけど、スカイブの取材中、だから僕が、ググってその人の、だからこういう音楽ですって、スカイプ上でビデオで聞かせたりとかして。なんで俺がそんなことしなきゃいけないわけ？びっくりでしょ？なんで？だって、なんていうの？学校の試験とかでもさ、内容、何？なんていうんだっけ？なんとか範囲って言うじゃないですか。ここが出る。こっからここまでをテストしますみたいな。なんとか範囲。範囲が決まってるわけじゃなくて、これとこれとこれとこれについて話すっていう回なわけですよ、それは。だから取材そなんれですぐよ。らいはさ、もうさ、課題として決まってるよね、やしるかこも、のなタんていうんですか、スクは。3人しかいないんですよ、僕挙げたのが。その中で、誰それっていう人はどういう方ですかって言われたんです。まあでどうも思う？ね、こそうれ。いう時にさ、ねえ、さっ雑きの談じゃさ、ない？直前まで第三のことが分かってるにもかかわらず、何の下調べもしてない状態だと、もう判明した後の、その地獄の取材の時にはさ、第三はさ、どんな態度でいるの？いや、もう別にそんなあれですよ。僕そんなに、あれですよ。僕そんな、なんていうかな、希望も何も持ってないですから。あ、じゃあもう別に、こうちょっとムスッとしたりとかもいやいや、ししないなしいなんいしだ。ないしないしない、もうそしんななの。いね。もちろん、そんなの別にいいけどさ。でも結構びっくりだよね。例えばさ、アメリカとか、イギリスとかだと、僕らも子供の時に、高校の時にこっち来たわけで、なんだけど、そういった教育の中でもね、結構、学ぶことが、結構、知ったかぶりを学ぶんですよ、こっちでは。だから、わいかかるに気がしも、まあ、もう、もう全部、チラッとしてしか見てないんだけど、要所要所だけ覚えといて、いかにも知ってるみたいなことをして、あ、ちゃんと調べてくださってるんですねっていうふうなことからして、で、その中で、あ、その話は知らなかったので、もっと教えてくださいみたいな、持っていくみたいな。わかる？だから、そうもいうちころん。とって結構、僕らっていうか、結構それ多いですよね。結構なる学ぶって、高校の時とか、そういう時にも、結構知ったかぶりで話せるように。訓練ってわけじゃないけど、なんていうのかな。ほど。いや、でもさ、それって言い換えると、その自分で調べられることはやっておこうよっていう教育法じゃない？というか、要所要所はピピピピって素早く、そういう受験勉強と一緒でさ、出るって思ってるとこだけ勉強すれば出るんだかいやでもさ、それはさ、やっぱそういう教育って、その社会に出た時に、さっきみたいなところで、やっぱりこう役に立ったりするわけで。でも予習してこないって結構びっくりっていうか、ダだっメて決まってるじゃん。だよね。マナーの問題だっていうから。か、例えばなんか、結構それがびっくり、しかも今とか図書館行って調べたりしなくてもいいわけじゃん。まあね、そうよ。すごくそ簡単よ。う。だって、そこに行く場所の電車の中とかでもできるわけだから、スマホあで。と、大学なんてちゃんとね、自分のホームページにきちっと書いていらっしゃるしね。でもそれすらよ、何も一字も読んでないって結構多いですね、日本からは。結構不思議だ。いや、それはね、それでちょっね、と、それでね、ブレーズの運話なんだ悪けど、いね。昔ね、僕はブレーズの秘書の人と僕友達だったんだ、友達なんだけども、その人が言ってたのは、やっぱりそういう時代だったかもしれないけど、やっぱりブレーズに対して、質問したいっていう記者が結構多いらしいんですね。当たり前だと思うんですけど。でもやっぱりね、結構、なんかオーディションみたいなのがあるっていうのを聞いたことありますよ。だからその記者の人は本当にちゃんと知ってるかっていうのを他の人が質問して、秘書も含めて。それで、パスした人は質問していいっていう。
いや、もうだって、その、事前に知ってくれていることが深ければ深いほど違う話へ持っていった時の深みっていうのは全く違ってくるから。まあでいもや、ドグラマもブレーズとかになるとこあんだけ書物も出てるしさ。う。そうよそんね。なこと繰り全返部し読聞かれみて出しも。たぐらいのレベルじゃないと。てか他に何質問するのっていう感じもありますから。ね、わかります。だからもちろんあのレベルになるとまた違うのはあるんですけど、まあ、でもはっきいりや、言って、でもはっきり言って、もちろんゆうこさんは今おっしゃってたブレーズの昔の質問集ですよね、本とか読み返して、やっぱりその質問してるジャーナリストはこう、なんか攻撃的じゃん、すごく。いや、あれすはごく。ね、面白い。こう、なんか私、法廷で責めるかのようにさ、しかもブレーズでさ、必ず質問の最後まで聞かないで話してるじゃん。だから全部ドなんだよね。質問が。でもあなたはこう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 ドドド、いや違うみたいな感じで、答えが入ってくるわけですね。そう、もしかしたら、私はあんまりその経験ね、まあ、たまたまなかっただけだと思うんですけど、まあでもやっぱりちょっと嫌な思いしたなっていうことはあって、その聞くときはマイルドなのに、文章で、私の言葉を引用するんじゃなくて、こうまとめられたこういうことを言ってたよみたいな感じで書かれたときに、だいぶ意訳されて、書かれて、で、それが新聞だったりした場合って、もう事前にチェックできないじゃない、そう新聞ね。で。日本人できないじゃないですか。で、なので、私はもうそれすごいデビューの、もうデビュー直後だったんだけれども、私は新聞の取材っていうのは、すっごく慎重になりました。言うことに関してはね。でもね、こういうまったらちょっと、ハリウッだっドたらすごい話を振ってほしいかの、なでと。もさ、ハリウッドのさ、役者の人が言ってたけど、あの人たちって、本当かどうかわかんないんだけど、誰が言ってたかな？取材を受けるときに自分も録音するんだって。実は私もしてるよ。してる？やっぱり。だから、でもさ、それで面白いのがさ、それで、この YouTube ライブ対談に戻るんだけどさ、それで引用していいですか？なんとかっていうのもいいよね。だってこれって全部未編集で出てるわけだからさ。そう変よ。に引用されようが何ようがだって出てるっていう。そう そのよ。まんま。全世界に。日本語がわかる人はもうみんなわかるからね。だからそういう意味でもなかなかいいかなっていう感じはするけど。まあ、それでさ、この間話してた、この間前回、1時間半ぐらい話した、最後の方で、ほら、チラッと出てたじゃん。優子さんの言葉で、女性としての指揮者のっていう話も出てたと思うんだけど、でも僕は、特に意識はしたことないんだけど、多分、作曲家の中では、多分ね、指揮者で、たまたまその指揮者が女性だった場合の、数っていうのは結構多いと思うんだよね。みたい結構ね。かなり多い。でも、僕にとってそんなことはどうでもいい話で、気にしたこともないんだけごど。めん、ちょっと興味があるから聞きたいんだけれども、一緒に仕事をした女性の指揮者っていうのは、大体何人ぐらいやー、何人だろい？いや、だって、日本で言ったら、だってもう数えられちゃうわけう。日で、本だって人の女こうやっ性の指揮者ってあったかそう、な。いや、でもね、でも、だって若いし、ないんじゃない？ほら、なんていうかな、若くてそこまで、僕も若い時も若い、それなりの若い、知られわてかりなます。い女性の指揮者とかも結構いたので、その人たちとかも比べたら、入れたら、まあ、15人、20人ぐらい。でもそれで何回も、でも何回もやってもらってる人、ただスザンナ・マルキーさんとか。だって何曲もやってるから、友達、すごい仲いい友達だし。あと、新曲をこの間、新曲4日前に、1週間で書いてほしいっていう、僕のすごい仲いい、カリーナ・カネラキスさんに頼まれて、で、1週間で、なんつってびっくりしたんだけど、2日で書き終えることができてですね。ちょっと3分、4分ぐらいのオラトリオっぽいやつなんだけど、それもやったりとか、でもカリーナじゃないと、そういう友達じゃないとちょっとできないですよね。そんな、急に聞かれて。でも、そうよ。カリーナなんか、だって今大スターだけど、カリーナはあれですよ。だって、ヴァイオリニストの時からしてるから、彼女が。素敵だそう。ね。僕のね、アンサンブルの曲をトラで入って弾いてたんですよ。その時。アイスって、インターナショナルコンテンポラリーアンサンブルっていうそのアンサンブルの中で、バーリン弾いてたから、ソリストとして入ってるようなもんですよね。だから、弦オケとかじゃなくて、だから、なんていうの、現代音楽の プロのあれで入ってて、
で、その終わった後、僕に話しかけてきて、あの子、バイオリンの曲ないみたいな感じで、まあ、それで仲良くなって、そ、15年ぐらい前ですけどね。で、気がついたら、もう大スターの指揮者になってたっていう。で、それで、いろいろと、私、いくつか曲やったり、今回初めて新曲やんだ、今回初めてだね、なんつって。たまたま。ある曲を振ったりしてくれてたんだけど、まあ、彼女とかもそうだし、まあ、あとね、僕のね、大学生の時に、いろいろ、手伝ってくださった、手伝ってヘルプしてくださった、キューバ人のね、指揮者の、オダリン・デラ・マーティネスっていう人なんですけど、彼女は本当、なんか、ママみたいな感じで、いろいろと、助けてくださいましたね。その指揮したくださったっていうだけじゃなく、あの人に、楽を送れとか、あの人に CD 送れだとか、そういうことをいろいろ教わって、僕もそう、大学生くらいだったかな。そんな時だったんで。まあ、そんなのもあるし、あと、まあ、シャン・エドワーズって知ってる？シャン・エドワーズ。ね、メイフルに来たことあるのかな？イギリスの。シャンとかもやったこともあるし、彼女とも素晴らしかったな。あと素敵ね、な。ニューヨークの個展で、この間、ニューヨークの個展ってのは、そのロックダウンになる最後のコンサート。ああ、そう、それもね、女性の指揮者だったな。ダニエやっラ、てる。ダニエラさん。もうだから、まあ結構なんか普通、僕にとって結構普通なんですけど、結構ほら、やっぱこう、皆さん、あれじゃないですか。音楽とか読むと、ね、世界的に話題にするじゃん。だから結構そっちの方が結構びっくりっていうか、だから一緒に例えば、指揮者の人とさ、フレートークとかやるときもあるじゃん。まあ普通に。で、たまたまその指揮者が、その時カリーナだったかな。まあ、いいんだけど、その時に、客席からの質問とかで、それに関して質問が来たりして、僕は、なんか改めて、あ、そうだったよねっていうか、なんていうか、あんまりなんか意識したことはないっていうか、あんまり関係ないじゃん。だから全然。ていうか、そんなことにさ、音しか、今日やるし、なんていうコンサートやるだけでも大変じゃないですか。だってしかも難しい曲だったりすると、まあ、僕の作品でこう空間配置とかいろいろあったりするとさ、もうそれだけでも悩みの種なのにさ、その他のことなんかみんな誰も考えてないからさ、そういう話題が出てみんなハッとしてびっくりみたいでさ、そのさ、ごめん、もらった質問なのに私が聞いてるのは、これね、一つ理由があって、私は男性として指揮を振ったことがないからね。そりゃそうこうだよやっね。て、本音で言ってくれる友人音楽家が、その、男の指揮者と女性の指揮者とどう違うのっていうのを、こう、素直に、私がね、まずね、まず聞いてみたいよ。それで、ちょっと自分も、自分の体験とつなげてみたりとかしてみたいんだけれども。で僕も、からしたは、僕からしたら知らない。だって、ほら、僕振るわけじゃないからさ。いや、でもさ、例えばじゃあ、ちょっと聞いてみたいんだけれども、リハーサル見てる立場でしょ？大さんが。もちで、ろそういう時に男性の指揮者と女性の指揮者と、こう、それぞれのさ、人間的な個性があるわけじゃない？なんだけれども、性差で何か大きく違うことってある？ない、な、あるわけないじゃん。もうさ、あるわけないじゃんが、もう、大さんのこの表情もさ、今映ってると思うけどさ。それってどっちかっていうと、どっちかっていうとな、例えば、あれなんじゃない？お牛座の人とさ、お牛座の指揮者の人とさ、なんていうの、なんて、天秤座？知らないけど、なんていうんだっけ？とかさ、あるじゃん。の人と、お羊、あ、お牛座の人とお羊座の、指揮者と比べて、どっちが、どうですかって聞く方、そっちの方が、違いはあるかもしれないね。私はで も知らないこうけいど。うふうに答えてくれる、答えくれるって言ったら変だな。答える人、私多分初めて喋ったかあ、もそしうれなんないだ。な。まあ、あんまりこういう話は別にしないんだけど、聞かないですね。じゃあさ、じゃあもう一個。じゃあ出てくる音に性差を感じることってある？なんじゃないの。っていうか、僕にとってさ、やっぱりどれだけこの僕とその指揮者が同じものに向かってね、こう、そのコンサートに挑んでるか、音作りに挑んでるかしか、そこが一番大切なことなので、だから、ある指揮者が、まあ、例えばですよ、ある指揮者が、もうこれもよく経験したんだけど、例えば、
なんて言うかな、このオーケストラに初めてゲストで来て、やらなきゃいけない条件として僕の曲が入ってると。ね。それでその指揮者も、もうこのオーケストラにもう一回呼ばれたくて仕方がないっていうのは、こう、見え見えの感じで、で、もうオーケストラのこう、いじめみたいな感じの冗談にはこう、笑うしさ、なんつうの？どっちにつこうかみたいな、こう、ブレてるやついるじゃん。時々いるんですよね、指揮者で。で、そんな奴らとか、でも、そういうのに性別とか全然関係ないわけだからさ、まあ僕にとっては関係ないんだけど、だからそういう人たち、そういう感じの指揮者、まあ最近いるのかな、まあいないのかな、まあそういう指揮者なんかを見てるよりも、やっぱりこう一緒にやろうぜっていう、こう、ね、タッグ組めるような指揮者と仕事するかしないかが問題なので、だからそれ以外のことは別にどうでもいいっていうか。そうだよね。なんか、ダイさんって話してても、ある意味、精査を感じないっていうか。それね、僕ね、よく言われるんですよ。あ、この話、とにかく、ゆうこさんの、フランスの、お部屋で話したと思うんだけどさ、僕、ちっちゃい時からね、女の子に囲まれて育ったんですよ。言ってらっしゃったね。だから、僕、なんでかっていうと、その近所の子も女の子ばっかりだったし、あとは僕一人っ子だし、その後、音楽の教室とか、まあ、習ってたんですけど、音楽教室とかで、学校の他にね、相愛の、大阪の相愛の子供教室みたいなのも入ったし、でも男の子、僕一人とか、クラスで。そんなんだったんで、もうずっともう女の子ばっかりで育ってたし、だから、結構ね、大人になってから初めてかな、男の男性の友達ができたっていうのは。だから大学生の時もずっと女の子たちばっかりだったから。だから、結構なんていうかな、まあ、それって全然いい話でも何でもなく、そういう僕のと仲良くなる友達、女性の友達が僕のことを男と思ってないんですね。だから全然良くないんですよ。わからないけれども。だからもう、だからね、高校の時もね、ドイツの、3姉妹の家族の家に、毎回、休みという、夏休みと冬休みになったら、そこに遊びに行ったりしてたんですけど、まあ、面白いもんですよ。こう、その、その、その、そうね、すごい魅力的な女の子たちなんですけどね、すごい。今、3人とも医者なんですけど、その子たちの部屋がまた、その子たちだけに限らず、限ると思うんですけど、もう、あんなに汚い部屋っていうのは見たことないなっていうぐらい、もう床のね、床がカーペットか絨毯とかもわかんないぐらいね、もう服とかいろんなのが散らばってんですよ。しかもそれ、洗濯されたものなのか、されたものじゃないのか、ちょっとされたものであってほしいんだけどさ、うわーってやってさ、もう僕のことは構いなしでさ、もう、そんな感じで、その子の、高校の、好きな男の子が、部屋に遊びに来るって言った時には、もちろん僕は出るわけなんだけどさ、その時だけ、もうね、何が起きたのかっていうぐらい、もう部屋がビシッて綺麗なわけ。もうそういうのも見ちゃってるからもうね。三姉妹ですからね、しかも。いや、だから、まあ、そういったバックグラウンドもあっての、やっぱり今の第三のそういった視点っていうのは、大きいとも思うし、で、そしてさらにさ、国を変えて人生を送ったっていうのもとても大きいと思うのよね。だからあんまり考えたことないかな。そその、なんていうかな、う。その音楽に限らず、違いを一回も考えたことはないっていうか、でもしかも僕、ほら、スポーツとかしないので、スポーツって男女って分かれるそうね、じゃそうないですね。か。そういうの僕、全然知らないので、まあ、好きなのは、F1 だけなんで。だから、そんこな、れ。だから考えたことない。まあじゃあ、まあ私が思うことは、勉強する上では、全く変わらないと思う。もちろん。で、ただ、指揮者としてね、仕事っていう言い方はどうなのかな。まあ、でもやっぱり、プロとして、指揮台に立っていくときって、指揮台に立つだけが、やらなきゃいけないことではないじゃない。で、やっぱり、オーケストラの、例えばポスト持ったら、どこ、
と、何かを約束して、プロジェクトを進めていったりだとか、うん、そういったものを音楽家以外と話さなきゃいけない瞬間っていっぱいあるのよね、うん、その、うん、あ、オーケストラのマネジメントだとか、うん、いろんな、うん、そういう方々っていう中に、うん、まあ、例えばそのスポンサーの企業だったりだとか、ね、日本だったら自治体だとか、うん、うん、予算握ってるって言われて、うん、で、そういう人たちと話してるときに、まあやっぱり、みんながみんな第三みたいな考えだったら楽だなって思った瞬間はあるよ。あ、そうなんだ。逆にさ、あるよ、例えば僕の、二つ目のオペラで、コガネムシっていうオペラやったんですけど、それの最初の依頼主、その移植を依頼してきた人、まあ、その人はプロデューサーになるんですけど、うん、あのプロダクションも、うんうんうん、まあ、僕と指揮者だけが男だったかな。だから脚本家からドラマトゥルーズから、まあ、プロデューサー、まあ、プロデューサーの人がまあ大きく、ものを言える立場じゃないですか。その方も女性だったし。まあまあ、だから、そういう意味でも全然、でも、彼女たちから、冗談で、大丈夫？男一人でなんて言われて、うん、はっとした感じ、僕は。そういうのでこう気がつかなかったっていうか。うんうんうん、僕、ちっちゃい時からそう女の子と遊んでるじゃない、僕。だから、いつもクラスでもそうだったし、あ、音楽のね。だから、うん、だからそういう面で、あんま考えてないし、結構、一番自然にいられるのが、その女友達といる時かな。早口だしね、今日ね。なんかわかんない。わからない。なんか、私、だいぶ回線が良くなったからさ、ちょっとタイムラグないんじゃない？今日私も。まあ、タイムラグないないない。うん。そう、ちょっとね、うん。まあ、ちゃんと話すけれども、質問してもいやいやいや、だって、やっぱり、うん、やっぱりこうやって、ね、信頼できる友人とさ、話してて、やっぱりちゃんと話したいなって思うからさ、別に逃げてきたわけじゃないし、こういう質問たくさん受けてきて、それなりの本音は、うん、もちろんもちろんいっぱい来るよ、雑誌で、だいたい二言目かな。うん、今僕が言ったのは、最後に田中優子さんが前回言ったからね。うん、そうそうそう、そう。だから、うん、でね、私はね、うん、やっぱりこれって、自分のバックボーンと、もう切り離せないものだと思うんだけれど、うんうんうん、私はさ、まあ、第三に話したと思うけれども、小学校の時は合唱部の部長、ピアニスト、そして児童会長をやってたわけ。うんうん、で、自分で立候補して、うん、で、初期始めて副会長やって、会長やってって、うん、で、いつも音楽集会、うん。そう。そうそうそう。ちゃんと選挙制でね。うん、で、最後、会長やるときは男の子二人、男の子二人で、私一人女だったから、ちゃんと綺麗に票が割れてくれて、もうこれは私の作戦だったんだけど。うん、もう勝ったって。その時からもう政治的な、指揮者的政治的な感じだ。うるさいよ。うん。でね、違うの。ちょっと垣間見たね、皆さんね。音楽集会をやりたかったの。だからもう、児童集会イコール音楽集会にしたくって、うん、毎週、先生たち、全校の先生たちに、うん、来週はこの曲をやるんで、うん、この学年はこれを練習しておいてくださいって言って、うん、それで毎週木曜日は私が司令台の上に上がって、もちろん何の台本もなく仕切って6学年ね、うんうん、でそういうのをやってた時に、私は一切、女の子なのにすごいねって言われたことなかったのよ。うん、それも言うのも変だけど、うん、変でしょ。で、うん、一切言われたことないじゃん。だから、私は自然に、だって私の前任の会長も女の子だった、うん、だから、私は普通に、やってたし。うん、で、まあもちろん、私、学校ぐらいからは、政治活動から足洗ってさ、政治家から足洗って。で、指揮者になったね。違うって。そのままや。指揮者じゃん。違う。その話好きだね。まあ、後で話してもいい。ね、それです。それで、合唱部の部長だけは続けてたんだけれども。で、その後、指揮をね、ずっとやりたいと思っていて、まあ、指揮を勉強できるようになって、で、指揮科の学生になって、なってからさ、すぐにアシスタントの仕事をやり始めるわけよね。で、そういう時に現場で、うん、例えば、オペラの歌い手さんとかさ、たくさんこう、複式だから可愛がってもらうじゃん。うん、で、
プロの現場に入れられて、そういう下積み時代に、うん、いやー、女の子なのに、すごいね、式やるんだ、とか。で、私はそこでね、初めて、あ、私は非常に、まあ、マイノリティとして、うん、あの、職業的にね、うん、あの、で、生きていくんだっていう、なんかまあ、覚悟じゃないけれど、あの、ずっと共に、それとは、切り離さずに生きていくべきなんだなっていうことはずっと思ってきた。うん。うん、まあでもあれだろうね。まあでもあれだろうね。小沢誠二さんとか多分言われてたのかもしれないですね。あの、アジア人なのにすごいね、みたいなこと。当時、知らないけど。そういうことと似ているのかな。うん。うん、まあ、別にその言ってる人たちも、うん、おそらくそのなんか悪気があって言ったわけじゃないだろうから。その話の感じでは。うんうんうん、まあまあそういうのもある、うん、ちょっと僕はそういうふうに感じたことがないので、うん、だから結構、うん、そこが、だからね、なんか僕なんかはあれなんですよね、あの、その、大学生の時に、例えば、ほら、オーケストラの曲が演奏されないじゃないですか、普通。学生の時、うん、学生が帰るからって、オーケストラ、じゃあやりましょうってことにならないから。うんうん、だから、オーケストラの曲を、自分が書いたオーケストラの曲を聴きたければ、耳で、この耳で聴きたければ、コンクールに応募して選ばれたら演奏されるってことは多かったのね。だから僕も出しまくってたわけなんですけど。まあそれで、なんかあの、ペンデレツキー、この間亡くなられた、そのペンデレツキーさんが、なんだっけ、審査員してたらしい。その、コンクールで、まあ、あの、二十歳の時に、まあ、あの、優勝して、まあで、それを、あの、初めて録音、ちゃんとプロのオーケストラが弾いて、それと、録音と楽譜があるわけじゃないですか。それを、こう、うん、あの、例えば出版社とかね、出版社にこう会いに行ったり、うん、まあ会ってくれるんですけど、した時にも、大体僕会った人たち、まあその、どういった、その、まあ、なんていうかな、ある、その大手の出版社の部署って言ったんですけど、うん、出版社のまあボスですよね。たちが、あのね、なぜかみんな女性だって。その女性の人たちがすごく親切にしてくださったんですよ、僕に。あの、なんか、なんかすぐサインしますじゃないでしょ、それ二十歳だから。うん。あの、すぐサインしますじゃないんだけど、そうですね。だからみんな本当すごい、まあ、もちろんその、なんていうかな、僕ほら作曲の学生だったから、その床、しかもそれまた床かなんかにこう散らばってる竹光徹の、楽譜とかがあるわけなんですよ。それ見て、どんどん誰欲しいのこれ持ってっていいよとかさ、こう、くれたりするのももちろんあるんだけど、うん、あと他には、その、なんかサインするっていうわけじゃないんだけど、すごく親切に、BBC のなんとかさんって知ってるって言って、あ、知らないやったら、私が送れって言っていいから送りなさいみたいな。とか、どこそこの なんとかっていう人知ってるって言ったら、あ、じゃあ、やりなさいとか、結構、助けてくださって。それで、まあそこから繋がったことも多かったかな。だすごくよく知ってた。だあの、その、ただ一つの出版社じゃなくてですよ。他のいろんなところに、ほとんど4つとか5つとかあったのかな。みんながすごい親切にしてくれて、それで、その後、コンサートとかでも会うじゃないですか。まあ、僕、全部言ってたからさ、あの、コンサートという名がつくものは、もう、サウスバンクセンターってあるんですけどね。ロイヤルフェスティバルホールとかがあるロンドンの。もうそこに入り浸ってましたから、僕。もう毎晩のように。もうね、ミニマルミュージックから何から、複雑な音楽から何から全部見てて。あ、すごい安いんですね。うん、こっちの、学割って言っても、学生1人、僕の時いくらだったかな ?1 ポンドとか2ポンドとか、200円とか300円とか、そんなんで聞けたの、うん。で、僕ね、どんだけ入り浸ってたかっていう証明にね、ある一時、ロンドンシンフォニーエッタの、音楽監督、その方も女性なんですけど、今、サウスバンクの音楽の監督になってますけど、その方が、うちの大学にレクチャーしに来たんですね。ゲストとして。で僕、まあ、遅れてクラスに入ったわけなんですけど、はい、クラスにこう、すいませんって言って入った瞬間、あ、あんた、私のコンサート、私たちのコンサートよく来る、いつも来る、いるでしょって言われて。だって毎回見るもんって言われて、まあ、そこでまた、なんていうかな、話が、まあ、繋がってっていうか、まあ、そういうこともあったんで、だから、まあ、まあ、どういう意味でも、うん、結構僕の中では、そういった20代を僕を過ごしてるので、結構、まあ、まあ、会社ってほら、複雑だから、そのボスって言ってる人の上に、こう、なんか、
チェアマンだとかなんとかっているのかもしれないんだけど、まあ、その、あの、なんていうかな、ま、窓として見える中の、出版社の中のボスが、みんな、その時はたまたま女性だったので、だから結構、僕は自然に、だからそういった僕の今までの育ち方から何からして、全然そういう、なんていうかな、考えたこともなかったから、そういう、なんか結構変な、なんかおっさんが出てきて、こう威圧的な人とかって経験ないんですよ、だから。だからおっさん出てこなかったから、一人も。逆逆に、にいだなすかっったごの。い親切な、お姉様方たちっていうか、おば様たちっていうか、だかすっごいもうなんかお母様のように、なんていうかな、お世話してくれて、しなくていいのにさ、関係ないじゃん、僕なんかそんなの。で、その後さ、僕、その後、リコーディっていう、出版社で、と契約したんですけど、その時も、ボスは女性で、で、その時も、他の出版社から、いろいろ手紙見せてもらったんだけど、来たんですって。サインよくしたね、みたいな。サインってほら、出版社って結構ほら、出版するって、一曲出版するだけで、そう、お金がかかるから、しかもその経費を、経費をこう、出版したお金の経費をリクープするだけでも、すごい、何年も時間かかるからさ、なかなかすぐポンポンとサインできないわけなんだけど、まあそれで、よくおめでとうみたいな感じでいろいろ来てたみたいだけど、まあそういう感じでも、いや、やっぱり私はね、その家庭環境と、教育っていう面は、もう絶対切り離して考えられないと思うよ。で、やっぱり、その、女性の、まあ、フェミニズムの話は、まあ、もう、ちょっと壮大すぎるので、ちょっと、置いとくけれども、でもやっぱりその音楽、ちょっとね、昨日もさ、ちょっとチャットで話したけれど、やっぱり音楽業界、で、私は音楽教育と絶対セットで考えなきゃいけないってずっと言っそてりゃそうたこだ。とと、この女性の、話っていうのは私やっぱりリンクしてて、で、そのマネージャーも、すごく外国人アーティストととても、関わってるのね。で、一緒に、例えばそれこそロンドンだとか行くと、もうやっぱり今女性の指揮者探してるって言われるから、そりゃそうだね。田中さんビデオ作りましょうとかって、マネージャー言ってくれたりするのよ。で、そうなんだって。で、他の後、私の友人なんかも、ヨーロッパで、エージェンシーをね、探してた時に、まあ、彼は男の子なんだけど、彼が、まあ、もう、今、女性の指揮者しか探してないからって突っぱねられた。で、そんなに女性の指揮者が欲しいんだ。逆にそれも、何なのってちょっと思うわけ。そう、わかさっるわきかの、る。第三の話で言えば、だって変わんないじゃんっていう話なわけで。そうそうそう。で、ただ、一個ね、思うのは、見慣れてないって、私ね、やっぱりそのアートにとって、良くも働くし、邪魔にもなることもあるって、それはやっぱり気をつけてきたことではあるのね。何が？聴衆から見てさ、あ、見慣れてもうないってそ、こと？女性の指揮者を見慣れてないじゃない。ああ、なるほど、そういうことか。で、特に、その、やっぱり絶対数の問題で、女性の指揮者を見慣れてる数って、欧米の方が多いと思うのね。オーケストラの人たちも今。で、日本のオーケストラはやっぱり見慣れてない、今だいぶ見慣れてきたと思うんだ。で、やっぱり見慣れてない。で、やっぱり私なんてさ、156センチなんだけれども、指揮台立ってもちっこいのよ。で、でもさ、もでもさ、でかい指揮者の方が少ないじゃん。そうよ。で、今言おうとしたんだけどさ、例えば私の師匠、広上淳一先生なんて、ウィキペディアで126センチって書いてある。あれそんな嘘こだとないからでね。しょ。126嘘だからね。でもね、おそらくね、私と同じぐらいでいらっしゃるような気がするし、まあ、バーンスタインもね、ブレーズも彼小もさいし。小さかったって言うじゃブない？レーズも小さい。そうよね。で、小さい方が、コンフォータブルなことってたくさんあるんですけれど、式のあ、そ場れ、合。SAP たカだ、サロネンとかも小柄じゃないですか。そうそうそあ、うそう、でも、本当さ、でに。もさ、長身でさ、手が長くてさ、で、なんか大振りとかされると、もう、それこそ、見れないじゃん。だから、暴れられると。長い手の方や背の高い方は、本当に小さな振りをすることにとても苦労するっていうふうには聞そうきでしますょし、そう。
で、そういった時にね、やっぱり、背が小さい、プラスでもさ、華奢さっていうのは、やっぱり男性と女性は、私は差は出てくると思うのね、やっぱり。どうしても。同じ身長であっても、やはり華奢、骨だって違うし、体も華奢であったり。まあ、で、あとやっぱり顔だって普通にしてれば、まあ、私、まあでもさ、私すっごい短髪にしてた時にさ、薬局行ったらさ、カミソリ探してるんですけどって言ったら、男性コーナーに連れてかれたことあったんだけど、まあいいや、そんな話はいいんだけど。そんな話はいいんだけどさ、でもさ、もうパッて見たら一応女性なわけじゃない。ね。女性が振ってるっていうのが、オーケストラから見た時にさ、やっぱり最初、見慣れてる風景と違うのは確かよね。オケマンもそうだしさ。そうか。なんか聴衆だって、そりゃそうよ。いそや、りまあゃさ、そうよ。でもさ、その見かけって言って面白かったのがさ、まあ、オケの人は分かんないんだけど、聞く側お客さんで。で、僕は、だから、音しか興味がないので、そこなんです。僕、どうでもいいっていうか、で、いかに、やっぱり、私が指揮を始めて、それは私に対する意見もそうかもしれないけど、やっぱり他の方に対する意見を聞いていても、やっぱりその、視覚だよね。指揮を振った後に出てくる音楽を聴いてほしくて、私は仕方なくこう振ってるっていうところってたくさんある。でもでそのたも、めに振るんじゃないんですか？そのそう出でてくす。る音のを作るたそうめになん。逆算して、私の、まあ、今おっしゃったように、その人それぞれほら体の形が違うからさ、そのそう。好きな、例えば田中裕子さんが、例えばアバドの真似してやっても同じ影響、同じ音は出ないわけ。だって体作りから人から違うわけで。例えばそうね。なの。だからその田中裕子さんのこの持ってるこれのな、このね、すべてからこう逆算して、こうすればこういう音が出るっていうのは逆算して音作ってるものが指揮なんじゃないですかね。本当にそうだと思うよ。そうです。だから、演奏を、やっぱり、あ、まだここ足りないって思った時に、どういう仕草で、それが本当にこうで、出せる人もいれば、やっぱり、アパッショナートな何かをこう示、こちらから表情だけでもいいからね、しないとっていうところ。でも、例えばそれがすごく、トゥーマッチだって言われてることとか、よく一般的にあるよね、そういう話って。でもっと音だけ聞いてほしいなって、やっぱり思うことはね、私に対してだけではなく、全般にそれは言えることなのよ。結構さ、邪魔にならない式だったら僕嬉しいなっていうか。あ、それはでもとても大事なことだと思うよね、でやっね、ぱそのり。華奢の話で、今思いついたんだけど、思い出したんだけど、僕の作品に「Secret Forest」っていう曲があって、その曲はオーケストラ半分が舞台上にいて、あと半分が客席にいる曲なんですね。で、それで指揮者は、舞台に向かって振って、それでこう客席に向かって指揮しなきゃいけないところがあるんですよ。こう両方だから見れるっていうか。でもその時に、でも不思議とね、その作品、今思い出すと、振った人って言ったらスザン・マルキさんでしょ？カリーナ・カデラックスさんでしょ？あとシャーン・エドワーズも振ったし、まあ、ジョナサン・ノットは男性ですけど、振ってたし、あと、ダニエラってこの間の女性も、指揮者も女性だったし、まあ、だから結構女性多いんですよね。そういう意味でも、たまたま。で、でもやっぱりなんていうかな、360度ですね。だからこっちで振って、こっちで振ってっていうふうなことをこうしなきゃいけないので、その時にやっぱりこうエレガントにやってくれないと困るんですよ。なるほど。だからこう、のしのしのしって、そんな人いないんですけどね。もしやったとしたら困るので、だからそういう意味では今お話にされてた、その田中さんの言葉で華奢でっていうのは大プラスなんじゃないですか。うざいじゃん、そんな、なんちゅうの、塗り壁みたいな人が、こう。まあ、なんか、その、まあ結局ね、その、さっきの話の、まあ私のしたかった執着点っていうのが、まあ結局その、最初、やっぱ見慣れてないっていうことは、やっぱ絶対にあるんですね。で、そこからいかに早く音楽に、入ってもらえるかどうかっていうのは、もう本当に自分にかかっ、自分とオーケストラにかかってる。
ので、まあ、本当にポジティブに、もうそんなこと忘れてたよっていうような、うんうん、そういうふうに言ってもらえることもやっぱりオーケストラにも多かったし。まあ、そうでしょ。うん。うんうんうん。でも、見かけにさ、言えばさ、もっとソリストとかでもさ、その、うん、この人ハンサム だからとか、美人だからで、なんか売れてて、うん、実際さ、演奏とか聞いたらびっくりって言った時ってあるじゃん。いや、そうよ。いや、だからね。何それって、でも、耳って面白くてさ、目だったらさ、うん、目をつむれば見えないじゃん。うん、何それ、そういうの、人、そういうのが、なんていうか、そうやってこう、耳を聞こえないようにしてるんですかね。いや、だからさ、私思うんだけど、すごい綺麗なバイオリニストさんって、うん、すっごく、いろいろ乗り越えなきゃいけないこと多いと思うよ。うんうん、同じ実力であっても。もっと大変ってこと？美人だったら。そう、そう。だって、まずだって、もう、すごく低俗な意見だとさ、どうせ美人だから売れてるんでしょっていう、その、あれを一個払拭しなきゃいけないでしょ。うん、で、で、ずっと顔だけ見てるお客さんもいるかもしれないでしょとか。もう、そんな人いるの？知らないけれど。でも、あれよ、やっぱり、そういった容姿が表に、こう、うん、なんて言えばいいの言葉ちょっと、やっぱちょっと選ぶけれども、うん、その容姿をそんなに評価されないタイプの方が男性も女性もね、うん、この実力派って書いてくれたりさ、ま、それとも、ま、あと、なんちゃらって書いてもらうかさ、ま、あと、ほら、マーケティング違ってくるじゃん。うん、うん、マーケティングもそうだけど、僕らのこのクラシック音楽の、人生って長いからさ、その、はい、芸能人とかと違ってさ、まあ、芸能人とかって、まあ、大抵の場合すぐいなくなっちゃうからさ、日本だけに限らずね。うん、みんなほら、気がついて今何やってるのかなってさ、レストラン経営してたとか普通多いんですけど、こっちで多いんだよね。でやっぱこう、クラシックの場合、そう、長いから、もうおじいさんおばあさんになってもや活躍できる。もうそのおじいさんおばあさんになってからかすさ、最高に活躍できる、ジャンルっていうか世界の音楽なので。だからそういうふうに見ると、やっぱり、まあ、そうね、それで今、田中さんが言ったみたいな、容姿が、で、こう、なんか、フォーカスがいっちゃう人っていうのは、かわいそうだよね、そうなると。そうよ。うん、私は、それはずっと、いろんな社会で思ってるから、よくさ、でも実力って言ってもさ、うん、音楽の場合って簡単じゃん。だって音聞けばすぐ分かるじゃん。演奏家はね。うん。これ、指揮者どうなるんだろうね、よく分かんない、私は。私はだからいい質問よね、これね。私は意地悪なインタビューかな。いやいや、でも前回の、前回の山田和樹君との対談でも出てたんですよ、この話。ちゃんとしてない指揮者なんだけど、演奏が良くなるっていう。で、それで僕も行ったんだけど、うん、シカゴ交響楽団、僕と、その時の例で行ったんだけど、シカゴ交響楽団の、うん、にいる僕の友達が確かに言ってた。だから指揮者が来るじゃないですか。それで、うん、で、こう、1ってやった瞬間で、あみんな、この人ダメじゃんっていうのが分かった瞬間、みんなで団結して一緒に弾こうねっていう、うん、なんていうの、スピリットがこう、ガッて高くなるから、すごいいい演奏になったりするらしい。って言ってた。それ変な話だよね、式って。でね、よく、まあ、うちの夫はさ、オーケストラ団員だからさ、うん、まあ、うちの夫の話は別に夫がこう言ってたっていうのは別に、許可取ってないけどいいと思って私は喋ってるから、いいんだけど。うん、例えばさ、やっぱり、すごく顔が整ったさ、イケメンの、うん、ヨーロッパの指揮者が来るとするよね。うんうん、そうすると、オケマン最初何思うか。うさんくさそうだな。うん、うちの夫そうみたい。だから、うん、やっぱり、その、指揮者の仕事ってさ、この間さ、その、ダイさんも言ってたじゃない。人気商売って大変だよねって、おっしゃったけれど、うん。一つはさ、やっぱりこう、見られる仕事でもあるわけだから、うん、でどうせだからそういった部分もある程度評価を得ないと、まあ仕事が来ないっていうことももしかしたらあるのかもしれない。でもそうやってオケマンは、うん、なんかすごくかっこいいからこいつうさんくさいんじゃないかっていう一つマイナスのハードルがあるんです。うん、それでも聞いたことある、聞いたことある、こっちでも、うん、あ本当、うん、逆にマイナスのハードルがある、うん、で振り始めたらえ
もうちゃんとしてんじゃん、みたああ、いわな。かるわかるわかる。じゃあひ、ちょっと、ちょっとったらちょっとベストで弾いてやろうかなって。みんな言うよね、それね。そう。そだからそれってなんか、ちょっと面白いよう。ね。でもなん聞いててか。さ、旦那さんは多分そうじゃないと思うんだけど、こっちでよく言いますよ。あ、この、こいつのためにどのぐらいベストで弾こうかなって思うって。指揮者見て。ああ。こいつのためにどうしようっていう。で、それで一言指揮者が言ったことで、レイヤーズで、あ、もうやめたってなることも多いらしい。例えば、イギリス人のある有名な指揮者でですね、人気の指揮者で、10年ぐらい前に聞いた話で、その言葉って日本、英語で何て言うんだっけって言った瞬間、もうイギリス人の指揮者は絶対こいつのにベストで弾いてやるかと思ったって言ってた。あとね、日本だとね、いやー、ドイツのオケだとうまくいったんですけどねっそんなて、こと言っていい若の？者が言った瞬間に、もうオケがさーってなったっていうあ、で話もを聞いそれたはそと。うじゃないですか？それは当たり前、どんなこと言う方が悪いじゃんなの。それね、よく言ったなって本当思ですいよ。ますえ、それってだってなんね。ね。かあれじゃないですか、付き合ってる時にさ、いや、前の彼女はそうじゃなかったんだけどねっていうようなもんじゃん。それ失礼じゃん。本当にもうそれとそ全れ、く同で、じそんよ。いなこと言っちゃダメじゃん。だって。それはダメですよ。やもうでもそういうことってさ、やっぱりその、それがさ、やっぱ西洋に対するこう日本のちょっとコンプレックスだったり、そういうところをこうちょっとこう突っつくようなね、そうやって言ったら燃えて引いてくれるんじゃないかとか思ったのかしらね。それは絶対良くないとまあ、でも思う。その、お客さんの側から問題だと思うことが出てきたときに、そのお客さんの人が楽譜を見ると、どこそこオーケストラで弾いたって書いてるんですけど、その時はどうでしたかみたいなことは聞かれることあるけどね、作曲者として。それはまあ別にどうだったかっていうだけじゃん。あ、その時にもち質ろ問ん。が上がらなかったんですけどって、イコールその人たち弾けたってわけじゃなくて、ごまかして弾いたっていう可能性も多いから。結構に、日それ本は。の人たちって真面目だからさ、結構ちゃんと質問してくれるおかげで、あ、楽譜のミスとかがよく見つかることが多いんですね。だからイギリスとかもう時間ないからさ、もう1回しかリハーサルないのにさ、もうそんな手挙げてるし、あれないからさ、もう怒られなかったらそれでいいんだろうみたいな感じで本番に行くからさ。いや、そう。もう、だだからからそれはよいいんだけど。く、オペラの何十年後の再演とかっていう作品だったりすると、その時のコレペティさんとかをあえてスタッフに入れることとか、ああ、それ毎はいい週よね。全然違うのに、そう、これってさ、その時が初演で、で、もう例えば作曲家亡くなってたりしたら、もう非常に実在じゃない、その人っでも、て。コレペティっだてから、さ、コレペティってめっちゃ大変、あ、めっちゃなんか大切じゃん。とても大切よ。でも、非はっ常にきり、大切。申し訳ないけど、なんか、あの、ま、あの、指指揮揮者より者、能力あるから。第三に言われるより前に言うけど、指揮者より能力あるから。でもね、本当に、なんていうのかな、こう、この、現場を仕切ってる、ママって感じだよね。あ、その女性男性関係ないしなんだけど、とにかく。いや、だからね。だから自分が本番で振らせていただくときに、まあ、複式ももちろん大事なんですけれど、複式っていうよりは、やっぱりコレペティさんどなたにしますかっていうときもう最に、悪。本当に真剣に考えさせていただあきまと、すよコね。レペティの人って、ほら、歌手の扱い方よく知ってるからさ。いや、メンすっタルごい。ティのこともね、含めて。だから僕なんかほら、まあ僕の場合はほら作曲家で生きてるわけなんで、そのリハーサルの時に、その歌手の人たちも僕よくわかるんですよ。楽器の人で、あ、ちょっとその音程、ちょっとここ怪しかったんで、こうしてくださいみたいなこと言ったとしても、それは楽器と手の話だという感じじゃないですか。でも声の場合は、いや、田中さん、あなたの声の話をしてるんですよってなっちゃうわけで。で、あなたの存在的にな問題っていうような形になっちゃうからさ、結構、なんていうかな、パーサーになっちゃうよね。まあ、それもあって、だから歌手の人たちが僕に、例えば、今ので良かったでしょうかって聞いてくださることもあって、それ、リアシューリングっていう意味でもあると思うんですけど、もちろんそれで僕はじゃチアリーダーとしてですね、もちろん、あ、ちょっとこう、もうちょっとこういう歌い方もありますよねっていうことも言ったこともあるかもしれないけど、でも大体の場合は、もう素晴らしかったですみたいなことヘラヘラして言うんだけど、その瞬間こその、後ろから、これ別の人がこう、つかつかつかって聞いて、あ、でもそこは音狂ってましたんで、とか言って、歌手に、どうって言ってくれるっていうのはやっぱり助かるよね。これ別そのれっ人は、てだって歌手が信頼してるから。本当そこの信頼関係が。
やっぱりあるからこそ。で、私もクレペティに聞きに行くし、うん、今、彼女今日調子悪いかもしれないけど、うん、どのタイミングでどういうふうに稽古したらいいかな。うん、今日じゃなくって明日かもしれないね。そう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 。だから今ちょっと言わないでほしいっていうこともあるからね、歌手で。ちょっと今日の声がなんとかね。そうそうそう。うん、長丁場、長丁場っていうか、長いからさ、あの本番まで。1ヶ月とかあったりするとね。そのストックというか、プロファイリングがどれだけあるかっていうのは、もう、コレペティさんもそうだし、で、複式でやらせていただいたときに培ったものも、やっぱり絶対、宝になってるって自分も信じて、うん、でもね、コレペティさんをもっと信頼するね。私よりも絶対に出会ってる歌手の、量が違うので。コレペティさんで、田中裕子さんもご存知の方、僕のソラリスのコレペティやってくれてさ、うん、僕もその時からボスって呼んでますからね。うんねボスって呼んでたね。いやもうね、どこ行ってもボスよ。で、ね、私も逆に言えば現場で、その方ではないけどね、私まだご一緒してないから、うん、もちろん知ってるけど、うん、だけど、もう、ボスって呼んでるような、うん、もう、あえてみんなの前でボスとか言って、うん、そうでしょ。なんかそれって、で、だってさ、本番ね、まあ、例えばモーツァルトとかだったら、最後、チェンバロ弾いていただいたりすることもあるけれども、本番に、その、ステージ上に、いらっしゃらない作品の方がやっぱり数として多かったりするわけよ。そうそうそう、もちろんもちろん、うん、ね、そうじゃない？客席でこうやって聞いてるわけだからさ。そうよ。でさ、それでいて、で、全部熟知してるって、うん、そう私ね、本当はね、もし自分がもっとピアノが弾けたら、コレペティってすごく憧れの職業だったの。で、だからやっぱりその最後出ない、ステージに出ないのに、その響きの支えになっているっていうところってさ、もう私は憧れの的だから、だからそういう方々へのね、やっぱ尊敬っていうのはもう果てしないよ、私は。でも面白い、うん、だって歌手の人たちは、一応ほら、僕いるからさ、うん、書いた人はね、曲をね、音符を書いた人いるから、聞いてくださるわけじゃん。うん、どうでしたって、ね、僕、ヘラヘラしてさ、すごいよかったさ、なんか僕もほら、穴探しをしに、ほら、ゲネプロとかにいるわけじゃないからさ、こう、全体に見て、ああ、いい感じだなって感じで、こう、楽しんでるわけですよ、自分の作品を聞いて。で、そこでやっぱりこの、まあ、彼らもちゃんと分かってるからさ、僕がいいって言ったイコール OK なわけじゃないから、コレペティさんが OK くれないとダメだからさ、やっぱりちゃんと聞いてるよね、コレペティの人が。で、またリストでくれるからさ、コレペティの人が。1幕目の問題って言って、すごいね。歌手の、何て言ったかな、歌手の人って上がれるけど下がれないんですよね、とか言ってたから。で僕ほら、メロディーで結構上がり下がりが多いので、同じ音に戻るんだけど、戻るのが、あれ結構難しいんですよとかっていろいろ教わったり。本当にそう思うわ。私、本当今ね、ね、第3の曲をね。その話じゃいいですよ。していただいて。何の話だ？昨日いきなり ね、どうぞ。そうなのよ。ちょっとね、あるところに出す、まあ、そう、まあ、ちょっとその前に、私ちょっとね、やっぱり話したいことが少しだけあって。だってこれ。ここだけの話。そう、いやいや、うん。なんで第三にそれを頼みたいかって思ったかっていうと、私が今一番大事に、というかね、今回このコロナのことになって、オーケストラもたくさんの危機を迎えてるし、音楽業界もとても大変。でも、私はね、やっぱり、もしじゃあ自分が小学生、中学生の時に、第三の子供さんって今何歳？ 8 歳。8歳、うん。8歳、うん、まだ8歳だったらちょっと私はそうじゃなかったけれど、例えば小学校の5、6年生、4、5、6年ぐらいとか、中学校1、2、3の時っていうのは、私ね、父と母、とっても厳しかったの、うちの家。で、まあやっぱり、父は厳格だったし、で、母も、割と父の姑さんとかとも、ちょっと仲がね、こう、厳しいか、京都のさ、家系でさ、すごく厳しくて、で、まあ、家に帰るとちょっとこう、ピリッとするような、うん、でもまあ言いたいことも言うんだけどさ。で、私にとってはね、学校が非常に心の休まる場所だったの。で、そう、児童会長とかやってて、ある種孤独だったのよ。私はもうそこで孤独味わってるから。だから孤独なんだけど、学校が、私の、自分を表現できる場所だったし、もちろん音楽活動もそこから自分の指揮っていうものへの、夢もそこで生まれたしね。エルシスカみたいだね、それ。なんか話聞いてると。ベネズエラの。うん、ほら、家族に帰ると、ほら、ご両親が、その親が捕まって牢屋に入ってたとか、そういう大変な家族なんだけど、
でもやっぱりその自分が自然でいられるのは音楽を作ってる時っていう、いわゆるシステムで。っていう。なんか、そんなにひどく、家があると、ね、ご両親が、幻覚だったってのはちょっと違うけども、ちょっとそれに似てるなと。あ、すみません。はい、すみません。っていうことだけなんですけど、でも家にいるとちょっとこう息苦しかった時あったわけ。で、そんな中でさ、じゃあ今、こんな状況になってて、私耐えられたかなってふって思ったのよ。そしたら何ができるって思ったら、やっぱりね、子供たちが今すごく心配で、特に私は故郷がすごく愛してるから名古屋なんだけれども、名古屋の小学校の子たちっていうのは、私小中学校の合唱部の1000人と、去年名古屋フィル、あ、一昨年か名古屋フィルと共演してるのよ、1000人よ。何やった？マーラ？で、ん？マーラやったの？違うよ。うん、やる。いろいろ合唱曲マああ、ーラそやれたよかったね。はい、でね、う。で、その時にさ、そう。で、名古屋市からちょっとしたビデオを作ってほしいっていうお話もあったり、で、もう一つ自分がちょっと違うね、ところでやりたいなと思ってることもあるんだけど、またそれはちょっとまだ、言わないでおくけど、あ、そうなんそだ。の今大事に、お願いしたいなと思ったのは、名古屋の子たちのために、少しビデオ作るっていう時に、やっぱり音楽家だから、何か、アクティビティを載せてほしいっていう話で、じゃあ、ちょっと音楽家だしな、で、私さ、家に昔はね、鍵盤が3つもあった時もあったのよ。アップライトピアノだけど、アップライトピアノ、電子ピアノ、チェンバロ。でね、これをね、いろいろな事情で、順番順番、ドナドナドナってどこか行っちゃったわけよ。だったっけね、そうそう。で、今ね、全くね、実は鍵盤がないの。フランスから帰ってきたばっかりっていうのもあるんだけど。そうね。そう。で、鍵盤全然ないし、じゃあどうしようかなって。私さ、とっても歌うのが好きで。で、テノール音域で。テノール音域な、でも話しとって、話聞くとやっぱり声低いなって今思った。これ普通の自然のね、声なんだけど。そうそうそう。昔ね、音声学の先生に、あ、ちょっとごめんね、話がいろいろ聞くけど、音声学の先生に普通に喋って、研究してる音声学の研究してる先生に普通に喋って、ある程度3分間話すのよ。で、それを、4種、ソプラノ、アルト、テノール、バスって機械が、測定するっていうのがあったわけ。で、大学時代にそれをやって、女で唯一私だけが、性別を超えたテノールっていう判定が出たね。判定が。みんなアルトかソプラノなんだけど、やっぱりやっただけテノールだった。で、そう、それで歌歌いたいなって思った。で、なんかこういう感じの曲、こういう感じの曲、なんか私の中で流れてる感じがね、なんか第三の響き欲しいとかってなんかこう思ってさ。で、第三、なんか作ってくれないかな、いや、でもお忙しいしなとかって思いながら、でも、聞いてみようとかって思って。それでね、お願い、ちょっとこう、させていただいたものがあってね。で、夫と、せっかくだから、楽器で夫とだったら、家の中でできるし、できるなと思って、ね、それで、僕はほら、山田和樹君とやってる、Longing from Afar っていう、プロジェクト、これはそれバージョンアップしていく作品だから、僕も新しい素材とか作っていくんで、いってるんですけど、そういうのがありながら、あと、さっき話したカリーナ・カネラスキスさんから急に頼まれて書いたりとかも、結構そのこと、コロナっていうことでってわけじゃないけど、それにちなんだってわけじゃないな。こういうのがなかったらできなかった、生まれなかった作品を結構書くの忙しかったんで、で、多分なんか、ね、田中裕子さんとその話だと結構急ぎな感じだったので、わかんないけど、でもその新作っていうよりも、なんか僕、もう一つね、オープンスコアって、どの楽譜で、どの楽器で弾いてもいいっていう、すごく簡単な2声だけでできてる曲がありましてですね。それで、その作品を、楽器って言ったら、もともとピアノのために書かれたんだけど、バスーン、ね、ファゴットだとか、声とかになると、こう音域が、そのピアノみたいに大きいわけじゃないですから、いろいろ作り変えなきゃいけないし、他で木管楽器の人たちで、
デュオで、デュエットで弾きたいんですけどって言われてて、で結構僕、でも、じゃあ、いつか作んなきゃいけないねなんてこと言ってて、忘れてたんですよ、これ。あ、やってないんだ、まだ。やってない、やってない。だそれで昨日こう、で、それやっぱタイミングですよね。今日朝起きたら、田中裕子さんからこの、Facebook メッセージが、メッセンジャーが見ると、いくつか知らないけど、6つとかあるわけじゃないですか。ビビビビって。ごめん。何なんだろうなってパッて見て、見たら、そのことで、あちゃん、これがいい機会だし、やっちゃおうと思って、それで、じゃちょっと1時間ぐらい待ってて、つって。1時間じゃなかったよ、あれ。15分じゃない、うん、でも、あれも結構ね、原曲よりも結構、大幅に、一聴したりしてるところもある。一聴っていうか。いや、だからすごいびっくりしたよ。だって、すごく変えたところたくさんあるじゃない。結構こう、どんどん上に上がっていくところもさ、はい、こう、の螺旋階段でこう上にどんどん上がるって言っても、だってね、怖いの追い切ったってそ限られてるわけじゃないですか、普通。うん、だからそのピアノみたいに8オクターブかなんかしないけど、そんなあるわけがないからさ、だからそれでもこういう感じで上がるような風にやったりもしたんですけど。いや、それでね、うん、もう私さ、新曲師匠ってわかる？ソルフェージュの中のさ、パッと見て歌うっていうさ、日本のソルフェージュの、まあ初見で師匠するっていう。ああ、そういうことは師匠か、うん。そう。そう。で、それすごく得意な方なんだけれども、うん、隣でファゴット吹きつつ、私が上のセーブをね、最初歌ってみたのよ。うんうん、まあ、このぐらいだったら、いけるでしょうと思いながらさ。まあ、すごい、シンプルな楽譜なんで、ちょっと上げますね。こんなやつなんですけど。はい、どうぞ。喋っていいですよ。もう上がったの、上がってるの、うん。非常にね、うん、実はね、横でファゴットが鳴りながら、うん、この近似値の、まあ私音域が低いからこういうように、同じ変音域記号で、うん、それでいて、オクターブぐらい離れてるっていう感じなんだけども、そう、ね、うん、そう、これをね、この和声感でね、撮っていくのをね、初見でってね、私ね、最初ね、いやー、今まで私、現代オペラとかたくさん振ってきてさ、なんかさ、うん、ここの音程がとかってさ、言ってきたけどさ、もう今まで全ての歌手の皆さんごめんなさいと思ってやる。でね、ほんとね、で、一人で歌ってみたの。うん、でもね、やっぱり非常に最初ね、一周したときはね、いや、これはちょっと、ダイさん、私無理だなって、もう寝るよ、入れようかなって、ちょっと思ったのよ。あんだけでもさ、30通ぐらいメッセージしときながら。しときながらよ。うん。いや、だってさ、作曲家に対して失礼だもん。やっぱり私のさ、このさ、まあ、なんせ素人ですよ。でね、ところがよ、2回目、3回目ってやったとき、1回目の絶望感から3回目通した時の霧の晴れ方っていうのが一番いいかな。霧の晴れ方はね、私ね、初めての経験でね。で、私、面白い話があって、例えば、学生中ずっといろいろ古典から勉強して指揮家でこうやってやってきました。うんうん、初めてキャルト・シュトラウスという作曲家を指揮台に立っていますって言った時に、全然自分が痛くなったことのないところが体が痛くなったの。例えばどこ？で、その時、ではちょっとそれはね、なんかどことかっていうのではないんだけど、うん、そうそう、なんか筋肉よね、うん、筋とか、うん、あ、なんか私ちょっとなんかこう、なんかね、良くない癖が出たのかなぐらいに思ってたわけ。で、その後ね、プロになってから、さまざまちょっと変わった曲だとか、知らない曲だとか、振るじゃない、うん、そうするとね、必ずなるの。同じ場所が痛くなる？いや、違うの。だから、これ単純に物理的に私あり得ると思うんだけど、例えば和声感だとか流れだとか呼吸だとかっていうものとか、オーケストラだと、この音圧だとかっていうものが、本当に作曲によって、私にとって初めての経験なわけよ。作曲家が持っている個性って。まあまあそうですね。で、自分の中で、それを、さっきの話と同じなんだけど、一番いい音楽を出すために自分の体を動いて弾いていただく。うん、わけじゃない。だから初めての動きをするんだよね、うん、そこで。だから、私ね、いや、その時だけじゃなくて、ずっと10年間ね、初めての作品振った後、
あれ、なんかここの、なんか筋が痛いなとか、したことない動きをしたことになるんだよね。私ね、結構面白いと思ってる。あとね、もう一つはやっぱり振ったことのないオーケストラさん。あの、そうね。同じ曲振っても、絶対、それはなんとなくわかるでしょ。なんか、また、転入生だからね、指揮者は。そうそう。でも、まあ、その、やっぱり呼吸が違うから、オケによって、動作も違う。でも、これが作曲家っていうものは、それも私にとってはやっぱりあって、それでね、ライさんは、あの作品を、私ね、初めて、要はさ、まあ、拙い歌ですけれども、演奏させていただいたわけじゃない？まだ完成してない。聞いてないけどね、僕はね。そう。なんかさ、いや、私ね、すっごくそれがさ、うわこういうことかも、藤倉大って、と思っちゃったわけ。少しね。こんなシンプルな、あれでも、曲でも。いや、これは、シンプルであるけれども、非常に、わかんない。間違ってたらごめんね。でも、すごくさ、奏者に委ねてもらえているところがたくさんあると思うの。音程はとても難しいけれど。だけど、そのアゴギクだとか、どこでハーモニーのチェンジを感じるのかっていうことも、例えばこれが一拍目であっても、その二拍目であっても、実はいいかもしれないっていうような、わかる？もちろんもちろん。そう。で、そういったこととかが、非常に、書きすぎてないじゃん。だって、大さん。これはね、全然さ。これはね。で、これってあえてなの？例えば、ピアノで始めることだけじゃん。まずは、最初はこの作品を、これバカな話なんですけど、本当バカな話で、こんなこと言っていいのかなっていうか、言っていいのかなっていう、言っていいかなっていうじゃなくて、あまりもバカすぎて、自分がね、あれなんですけど、ある時に、あるプロジェクトで、この作品、新しい作品を、書くんじゃなくて、書いてほしいって言われて、僕時間がないからできないですって言って、なんか録音のプロジェクトでね、それで、じゃあ、こういったソロの作品で、奏者を、お頼みしてやればどうですかみたいな話をしてたわけですよ。だから僕は書かないで。ってなってる時に、僕、飛行機のね、チケットをね、超バカな話なんですけど、買う時にですね、間違っちゃって、僕。関係ない、これに関係ないことで、飛行機のチケット買うときに、間違っちゃって、僕の、ID って詳細を。で、それで、もしかすると乗れないかもしれないとかさ、だそんなことになって、それをキャンセルして買い直さなきゃいけなくて、その時にね、キャンセル料って、っていうか、その全額が戻ってこなかったんですね。キャンセルした時に。すごい、安いチケット買ってるからさ。だから全部は、一部は返ってきたんですけど、結局、だから、バカなことしたおかげで、すごい、悔しいことながら、お金を無駄に使っちゃったわけですよ。そこで。ね。で、そこでくっそーと思って、で、パッて見たら、このなんか、新曲で、演奏もしてほしいっていうふうなこと言われてて、そのあるプロジェクトでは。もうだったら、もう新しい曲書いて自分で弾くからっつって。だから他の、今までだったら新曲書けないです。でもこの人、演奏家は僕の友達いるから、それ呼んで、その人にギャラを払ってもらって、録音したらどうですかみたいなことを話してたんですよ。もうそしたらもう、その人その友達に言ってなかったから、まだ。じゃあもう自分で弾くから、その金額で今ドジしたやつを埋め合わせでできるかなと思って。それで自分で弾かなきゃいけないってことになったときに、一番こう簡単で練習しなくてもいいような曲っていうことで、2世だけで曲書いてみようと思って。で、2世だけで、曲書いてみたら、でも2世で曲は弾くのは簡単だけど、ピアノでね。でも2世で、曲書くっていうのは結構難しいですよね。いや、そうだと思います。だってそこでどれだけの倍音が響いて、どこまでも、宇宙が広がっていくのかっていうことでしょ。でもそれももちろんそうで、僕10年に1回ってわけじゃないのかな、なんかある時になるとね、必ず移植とかそういうのを、じゃないところでシンプルな作品を書いて、こう見直す、自分を見直すっていうか、そういうことをすることがあるんですね。
私実は今日それちょっと聞きたかったんだよ。そう。うん、異色じゃない曲って書くのって。もうそんな曲ばっかりで、今コロナになってから 友達に頼まれて書いたりとか。ああ、それするんだ。あと、そのコロナになってからで、その5月14日に世界初演、YouTube 世界初演されるフルートのソロの曲は、移植を今募ってて、その移植を募ってて、その移植を、スポンサーですよね。が来たら、その移植料は100%、新しい音楽を弾く、演奏するフリーランスの演奏家のための、を支援するっていうチャリティーがあるらしいんですけど、そこに寄付することになってるから。まあ、僕には来ないで行くって。まあ、そういう形で僕、寄付できませんかって聞いたんですよ、僕は。だから、なる僕ほのど。財布からさ、出せるお金って、まあ、知れてるじゃないですか。でも、曲だったら書けるからさ。書けるからさ、まあ、一応作曲家だから。いちゃくちゃ素敵なことやってるじゃない。や、まあ、でも、そんそう、な、ううん、そんな素敵なことをね、ん。まあ、してる大さんにさ、公開でさ、新たにさ、これ別に5年後でも10年後でも100、ああ、まあそうね、私が指揮者やってる間がいいんだけど、長くやってくださいよ。ねえ、私ね、演奏会の前、楽屋で、ゲネプロが終わりました。30分前、何やってるか、楽屋の中で。何やってるでしょみんな何やってんの？これやってんじゃないの？こうやって。う。何それ。イライラ、イライラっおてまいうじ。か、なんか、イライラじゃないな、なんていうか、こう、爪噛んでるとか。違うな。じゃあ、あと2回答えられるよ。じゃあ、2個目。そうね。30分前。30分着前。替えたメイクとかはなし。なんだろうな。でも結構さ、指揮者でさ、その直前に話しに行ったりすると、結構、なんか、団らんしてる指揮者とかもいるよね。マネージャーと、ああ、そうなんだか、ね。普通に喋って話してる。る人も。まあ、私もそういう時もあるけど、必ずね、やることがあって。なんか、それって小澤征爾さんのドキュメンタリーなかったっけ？なんか、木に触るとか、黒の。なんか見たような、子供の時に、なんか木、枝に触るとか、なんか見たような気がするな、子供の時に。違ったかな。まあ、いいや。ああ、なんか、私はね、神秘的な素敵な話ではないかもしれないけどね。私はね、歌を歌うの。で、まず発声練習から始めて、で、何笑った今。だから、そうやって、楽屋の外にも聞こえるじゃん。楽屋って非常に防音、だからね、非常に薄いところではフルボイスで歌えないんだけど、やっぱりいいホールだともう二重になってるし、扉もあっまて。あで、ね。ピアノとかも弾けるじゃない？で、もうフルボイスで自分が一番歌える音域で、まあテノール音域なんだけれども、まず発声練習から始めて、で、本当に自分がこう、バーって音が伸ばして、こう、音がきちんとの飛んで、ここから息が流れるっていうような、自分の中でいろいろ歌って、そこでなんか即興でこうコラール的なものをこう作ってみたり、こうちょっと宗教音楽的な旋律を作ってみたりだとか、そこで本当にイマジネーションだけで旋律をゆらゆらこうしてみたりだとか、必ずね、歌を歌うの。で、それは何でかっていうと、自分からこう音が出る感覚っていうものを、やっぱり自分の中でこう、だから自然にこう、式台にこう立っていける気がしてて、やっぱり息が、こう、呼吸が流れるよね。だからやっぱり呼吸に対していいかな。最初はね、鼻歌ぐらいだったんだよ。でも、鼻歌からなんかだんだん、なんかやっぱり好きだから、わーとか言ってこう歌ってたわけ。で、そしたらなんか、気持ちいいな、わーとか言ってやってて。そしたらさ、なんかだんだん、あれ？なんかこの方、で、硬くなくなってく、体が。それでですよ。私がお願いしたいのは、孤独な指揮者のための楽屋での単旋律間奏ネタ。乾燥曲ってこと？いや、乾燥ネタってなんだっけ？なんで、ちっちゃいああ、そういうこ歌？とか。ああ、いいっすよ。誰も聞けないやん。楽屋でしか歌えないってやつ。面だ白いからね。さ、いや、で、
私やっぱりそのね、第三のこの旋律をね、ずっと、歌ってて、で、まあ、夫がさ、ファゴットに、ほら、第三も言ってくれたように、これファゴット二重奏でもできると思うからって言ってて、うん、で、やっぱりファゴット二重奏でやるととても綺麗だと思うので、彼曰く、うん、彼は下の、音、下の段の音を、録音して聞きながら、うん、それで上、それでも非常に難しいと言っておりましたよ。でもなんで、非常に。でもなんで、なんで難しい？だって、ファゴットってキーあるからさ。何をおっしゃってるの？ちょっと。あなた呼びますよ、今からここに。違うのよ。ちゃんと、ハモるためには。まあまあね。やっぱりこう、いい。だからね。うん。うん、そうなので、ね、やっぱで、そう。で、これはやっぱすっごく難しいと。で、うん、それで、で、私ね、で、夫がそれを録音してくれたから、うん、で、二重奏流してるやつに、まずこう自分でこうなぞってみたりして、うん、で、最終的に下だけ流してもらって、こう、で、一人だけ、で、それしたらさ、もうさ、私ね、実はさ、この 2週間ぐらいさ、うん、肌も荒れてきてさ、なんか花粉だよ、きっと。うん、まあ、5月だね。うんそう、なんだかさ、やっぱりもう、自粛生活に、さすがの私ももうね、フランス帰りたいと思ってたわけ。うん、まあ、やっぱり、うん、まあちょっとね、こう、日本のこう情報はやっぱちょっとギスギスしてたりするから、もう見たくないってなってたし。で、そんな時にさ、こうやって、で、ピアノなかったっていうのも大きかった、私の中で。鍵盤がないって言ったら初めてだったから、一生のうち。これさ、歌い始めたらよ、うん、もうさ、止まんなくって。そう。でさ、すごい元気になっちゃって。おー、よかったよかった。よかったでもさ、私さ、なんかすごくありきたりだけどね、ずっと音楽触れてきて、夫も音楽家で、で、もう、まあまあ、こうやって、サバティカルって言って1年こう、ね、演奏活動からも離れてた自分で、そんなに苦じゃなかったんだって勉強したかったから、うん、私は。そうそう。で、でも、こうやって自粛生活って言われて、いろんなものに制限されてるっていうような、うん、ことになったのは生まれて初めてじゃない、うん、まあそうね、みんなそうね。まあ大体の人は。うん、そうそう。で、いろんなやっぱり見えない自分の感じなかったストレスっていうものが出てきてかもしれないっていうのは、うん、これ歌ってる時にね、あ、もうずっと何回も練習したくなって、あ、もっと、もっとここのフレーズこうじゃんとか、いや、でも誰か怒るかなとか、いや、何も思んない。してたらさ、うん、もうどん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 楽しくなっちゃって、で、なんか夫もさ、なんかずっとやってんねとか言って、うん、ちょっとももう一回やるとか言って、私昨日ね、結構歌って、俺。いや、嬉しいな。そんな風な曲になるとはな、この曲が。いや、めちゃくちゃ面白く、だから私これさ、なんか、なんて言うんだろう、いろんな音域で、なんか作ったりとかして、そうそうそう、一曲作りたいなと思って。でも、その、もしさ、歌と、ファゴットっていうことじゃなかったら、もっとこう、絡み合わせるような、音の配置でもできたのかなと思ったけど、そうやると、まあ、ね、歌とあれだったらもっとややこしくなっちゃうから、逆効果だったらわざとしなかったんだけど、うん、でもいろんなやり方はあるかなと思いつつ、ちなみにこの曲のピアノバージョンでよければ、僕のウェブサイトのオープンっていうところで、これかな、うん、聞けますので。聞けますね。ぜひ。うん、これかな、これですね。ここですね。いや、今画像に出てるんですけど、ここです、うん。そういうことができるようになったっていう。はい。そうそうそう。なんかね、だから私はやっぱり、こう自分の中に音楽を通すってことって、うん、聞くってこともそれいいと思うんだけど、やっぱりね、私ね、ああ、元気になっちゃったわって。そう。そう嬉しいな。まあでも、あれだよね、すごい嬉しい、僕は嬉しいです。で、やっぱりその、僕の、今おっしゃられたみたいに、その作品の、僕の、現代音楽と言われる、僕は呼んでないですけど、まあ呼ばれるってしまう、ジャンルの中で、やや難しいのは、すごいメロディーがたくさん出てきたりするので、しかもその、トーナルなメロディーとかではなく、まあ、僕は何の、別に特に意識してな書いてないんですけど、のメロディーがたくさん出てくるから、やっぱりその演奏家の方も
結構ね、最近、まあ、田中裕子さんも含めてですけど、結構昔までね、難しかったんですよ。結構昔までは現代の音楽をやる人としない人っていうのは分かれてたんですよ。そうまあ、ね、日本は知らないかでもすけしれど、こっちでは分かれて。で、結構古典のし、で、ブラームスとかそういうふうなのを弾くようなメロディーの捉え方で、僕のメロディーを弾いてくれるとうまくいくんだけど、そういう人たちは、なんていうかな、そういう現代の音楽を弾かない人たちが多かったりして、昔はね。だから今、まあ、僕の世代から下の人たち、まあ、その上の人もいるかもしれないけど、いるんですけども、やっぱり今の状態で結構、ほら、今ほら、みんなできるじゃないですか。できるじゃないですかっていうか、まあ、みんなできないとやっていけないわけで。ね、だからそういう面ではすごく僕は、自然と助かってるっていうか、だから田中裕子さんだって、指揮者として、まあ、やるじゃないですか、全部。まあ、全部っていうか、もちろでもさ、一昔なんてさ、ソリストとかでさ、チェロ協奏曲とか言っても、まあ、2曲ぐらいしか弾いたことないだろうみたいな人いるじゃないですか。年がら年中同じようなことばっかりやるような。別にいいんですけど、それでキャリアができてたからね、昔は。で、今もう無理ですから。どんな人気指揮者でも無理ですから、今は。なので、じゃあ、そういう意味でさ、作曲家にとって本当に割といい時代と言っていいの？僕は思う、そう思うな。あ、なる僕ほどそう、ね。だってみんなうまいもん、やっぱり。そうだよ指揮ね。ももちろんそうだし、ソリストももちろんだけど、でもオーケストラはみんなうまい。だから、結構、なんていうかな、超一流で、すごく有名なオーケってじゃない、なんていうの、例えばね、ノルウェーで、僕の三味線協奏曲が、ノルウェーのジャズのフェスティバルで演奏されたんですね。で、ジャズのフェスティバルなんで、オーケストラは、僕の三味線協奏曲しか弾かなかったんですよ。それ一曲弾いて、終わり。だから次のプログラムが、ブラームスとかじゃなくて、その次のプログラムがジャズロックだったから。ジャズロックバンドが来て、もう行くっていう。だからもうオーケストラもう一曲のためだけに練習して、やったんですけど、ね、まあ、指揮者もスウェーデンの若い、指揮者で、しかもオペラ歌手出身だからさ、なんていうの、三味線の間合いとかも、もちろん、僕にとってもそうだったんだけど、結構、新鮮というか、ほら、違うじゃないですか。邦楽の間合いと、邦楽は。洋楽っていうか、西洋音楽は。でも、それでも全然、何、問題ないっていうのは、ほら、オペラ歌手として来て、オペラの指揮者だから、そうなの、全然別に、ソリストに合わせるから大丈夫みたいな感じで、全然問題なく、みんなのソリストの、本庄さんも心地よく弾けたらしいんですけど、でもそこでもね、やっぱりそのオーケストラ、ノルウェーの、しかもオスロとかじゃなくて、クリスチャンサンっていう結構、まあ、田舎っつったらあれですけど、まあ、小さな町ですよね。小さな町のオーケストラで、その人たちのオーケストラの人たちに言われたのは、ほとんど、生きてる作曲家の作品を私たちはあまり弾いたことはないと。僕は言われたんですよ。にもかかわらず、全然問題なく、別に、もう普通にって言ったらあれですけど、もうリハーサルもスムーズに、もう演奏は本当に素晴らしく、ちなみに YouTube で聞けますので、今。もう本当にね、うまくいって、なんか一昔、ほら、まあ、例えば竹光徹さんの、会話の、なんか、ね、記事とか、そういうの読むと結構ほら大変だったって、悪戦苦闘したっていう話は結構書かれてるじゃないですか、オーケストラとかで。しかも、一流オーケストラで。でもそのことはもう今の時代、その話に戻しますと、今の時代そういう、なんていうかな、オーケストラのメンバーの人っていないっていうか、まあ、そうだ僕ね。レベルの技術楽譜もの人上がはっみんてなる弾けし。るっていうか、別にしかもその、リハーサル普通に2回とかで別にもう、別にってあれですけど、もう全然いい感じで、じゃあ本番頑張ろうみたいな感じで、うまくいくんですけど、だからちょっと、でもね、僕も、まあ、43になったんですけど、僕の20年前の20代の前半の時、まあ僕は若かったのもあるし、僕の書き方もそうだったかもしれないけど、格段に上手くなってますよ。みんな。格段に上楽団に手くなってる。まくなってる。演奏家の、オーケストラのメンバーも、どこのオーケストラも。別にそのなんか隔たりもないし、さ、みんなどれが好きか嫌いかっていうのはあるかもしれないけど、でも別にちゃんと、なんていうかな、仕事っていうか、ちゃんとリハーサルはして、演奏は、
できるとうん、か。でもね、やっぱり私はね、その中で、こう、自分が今、第三のこう楽譜をこうやって見ながらこうやって喋ってんだけどさ、やっぱり、いや、なんかちょっと作曲家を前にこんなこと言うのちょっと照れるんだけど、やっぱりさ、すごく愛着が湧かないと何度も歌いたいっていう気にならないわけよ。正直。で、うまく弾いてくれたってことは、多分何回も練習したんだと思うんだよね、それぞれが。うん。で、苦になる場合だったら、多分何度も、指揮者ももうちょっとこれ以上はリハさせられないなっていあう空気とかあるじゃあ、あない。るよね。で、もうやむを得ず止めなきゃいけないってこととかもあるんだけど、私ね、正直すっごい最初、やばい、何、こんな難しいこと書きやがってとか思ったわけ。なんだよ、このさ、一応、オクターブ2度とか出てくるわそうけよ。そう、こんこうないのくで取しれょ。るかって、そう、思ってた。横ファゴット鳴ってんだぞとかって思いながら。そう、なんだけどさ、その自分の旋律だけ歌ってるとさ、悪いけどさ、これさ、2ページさ、こうやってあってさ、1ページね、私ね、夫にね、1時間後ぐらいかな、パッて夫がさ、自分の部屋から帰ってきて、え？アンプしてんじゃん。おお、すごいな。いや、だからさ、いや、もうちょっともう見ないで、こう、ちょっとフレーズ感を感じたい時ってあるじゃん。で、外れてみたらどういう風に響きを、こう、こっちに行くかなとか、なんかこう、っていうことかん、顎を引く考えてた時、あれ？結構いけた。で、こんなに難しいハーモニーというかね、まあ、難しいって言いたくないんだけどさ、で、さっきも言ってたみたいに、ちょっと専門的な話になっちゃうかもしれないんだけど、本来だったらピアノで、あれってさ、私ちょっとごめん、元のピアノのさ、楽、あの、まだちょっと忘れてしまったんだけど、両手で弾くようになってる。こういう感じ。まあ、両手っていうか、に、でも、割と狭狭くい。なったり、遠くなったり。まあ、そんな感じですよね。感じか。でさ、でね、それをさ、さっきもおっしゃってたように、こう、組み替えながら、ちょっと旋律をこう組み替えながら、それね、ファゴットと、テナのために、音域のためにってことだよ。そう。なのによ、これどこまであなたを意図してるのか私聞きたいんだけど、横にこう歌ってて、非常に物語性を私のパートだけ歌っててすっごい感じるのね。まあ、でもさ、僕にとって作曲っていうのはストーリーテリングなので、物語を、さっきこの間言ってたよね。だからそれに、もうちっちゃい時からそうなんで、だからそういう意味でも、僕ね、こんだけオペラとか書いてる、まあ、こんだけって3つですけど、書いて、でも、3つ書いても、ほら、過去の2つが何回か上演されてるので、いろんな歌手と会うんですけど、それを歌った歌手と会うんですけど、歌手の人たちからだけ苦情が来たことはないですね。素晴らで、しメロい。ディーのことだ。難しいって言われるけど、でも僕はそこは譲れないところっていうか、僕メロディーが大好きなので。いや、私だからさ、今の話にもう一回戻りっていうか、そこの続きなんだよ。だからピアノの時はさ、要はだって右手側のあたりが高音になるわけでしょ？だからそのあたりが旋律的になってたはずじゃない？そうでしょうね。で、それが、こうちょっと交差して、こっちに旋律が来たりしたわけでしょ？このアレンジしたもそうのでしょうは。ね。そう。なのになんでこんなにドラマが出てんのよっていう話がしたいのよ、私は。なんでだろうな。ちょっとこれ覚えてないな。多分ね、あなた多分だからやっぱりここだよね、多分ね、天才なのは。別にもう特ね、ちにょっ何も。と、照れるんだけどっていうのはそこテです。レで、ピアノ版を書いた時はもうくっそ、間違って飛行機チケット買え、か、あの、僕のミスなんですけど、再度買わなきゃいけなくて、みたいなことを考えて書いてたのかな。でもね、今回このバージョンを作るのには一応ちょっとは、あれですよ。何回も、弾き直したりとか、チェックしたりとか、まあ、田中裕さんとチャットしながらですけどね。チェックにはちょっとお時間かけられてたよね。わ、出る。なんか感じてた。15分ぐらいね。いやー、そう、だからさ、私がこうやってさ、なんか、いやー、いやー、とかって歌ってた。あ、いいじゃ声ない出でしすた。か。そう、それでさ、ってやってた時に、で、なんか、
ここがさ、ここがさ、一回こう悲しみに入るんだよ、でもね、みたいな感じで夫に説明してたの。そしたら、もうなんかさ、歌詞つけたいって第三に言えばとか、そんなこと言えない、言えない、でもいいの、ね、これ。でも歌でやるんだったら、歌詞、歌でやる人がいたら、二人歌手版、か、あの、二人が歌手でっていう版もあってもいいかもね。そう、だから、それはちゃんと本ちゃんのね、方にやっていただくとして、私は、やっぱりね、母音が変わったりすると、自分の得意じゃない母音だったりするとね、あ、ちょっなとるほもうど。本当にお聞かせできないから、もちそろん、その時やっていただいて。そう。でも、そうやって歌詞をつけたくなるって、すごいことだと思うのよ。歌詞をつけたくなる。最初、器楽のために書いたものを、なんか歌詞をつけたくなる。私は正直ね、やっぱり、コンコーネって知ってる？声楽の一番最初にさ、習うさ、コンコーネ50番っていうの、っていうのかな？声楽の、私、声楽も習っていたので。で、そのコンコーネっていうものは、もう練習曲。やーみたいなさ、の母音で歌っていくみたいな。私、それに歌詞をつけたいっていう気になったかなっていうのは、ちょっと、忘れましたってことにしとこう。でもさ、すごく、私は、今これに歌詞をつけたいと思ったよね。だからそれはドラマっていうことを、まあやっぱり同じ、ことをこう考えたってことだと思うよ。でもそうですよね。もう1時間40分だからこれで終わろうと思うんですけど、でも、その、まさに、いや、まさにね、この間、なんかオランダだったかな、ドイツだったかな、オペラハウスがですね、今大変だ、みんな大変なんですけど、そこからそのオペラの声に曲を書くっていうことはどういうことですかっていうのを、自分で録音したメッセージを送ってくださいみたいなことを言われてさ、昨日もその話をやってたんですけど、でもやっぱり今その田中裕子さんがおっしゃってた、物語を語るんだったらさ、文章とかの小説とかでもできるんですけど、でもその語る時の曖昧さっていうんですか？そういうのが的確にできるのは音楽と一緒じゃないとできないと思うんですよ。もちろんその役者によってはその違う言い方するかもしれない。ロバート・デ・ニーロはアルパチーノと違う言い方するとももちろんするんでしょうけど、そういうのはあるかもしれないんですけど、でもそんなこと言ったって、だって役者で言っても映画の場合は、サントラとか音楽が鳴ってる場合がありますからね。でも、そうじゃなくても音楽でできる、だから白と黒だったら、白と黒っていうだけじゃなくて、白と黒の間のグラデーションがあるわけじゃないですか。無限にある。そこの、このあたりをこう、ね。いく、あの、こう、し、触りながら、こう、物語を語っていくっていうことはできるっていう。それプラスアルファ、それを歌う人の、なんていうかな、歌う人の個性をこう、大いに引き出せることができたら、僕はそういう音楽を書きたいなと思いますね。だからその歌詞とかその演奏家の人が、いや、これ俺のために書かれた、私のために書かれたんだよ、みたいな、こう、思ってくれるっていう風なことがあるといいなっていう、思いいます。やー、もうすっごい面白い。私はだからやっぱり、一回ね、第三の曲触れなかったからさ、そう今ね、回。海ね、ああね、4月の、そう。でもさ、やっぱり、こうやって演奏を体に通して見てみると、指揮者にとってね、すごくそれって大事なことだと思うので、やっぱりとってもいい経験になったし、さっき言ったお願いした移植はよろしくね、いつかね、わかりまし年た。賀でも10年賀で。で、そして、今やってらっしゃる、テレワークのためのロギングフロムアテレワーファクの。ー。はい。これですね。そちらの方も、今、ちょっと某オーケストラさんと、そう。今ちょっと計画中で、ぜひぜ計画。ひ。ぜひぜひ。できたらいいなと思っているっていうのは、ちょっとだけね、昨日お話ししたと思います。でも本当に、もっとたくさん、ちょっとそのね、お話も本当は、今、山田和樹さんと一緒にこうやられていって、こう、どんどんそれが発展していらっしゃるっていうの。私今何にも知らない指揮者として、まだね、作品を、楽譜もうご自由にやってください。で、そこで、また新しくね、こう、質問しながら、ね、いっぱいみんなね、いろんな人が、こうね、やっていけるっていうのは、とっても面白いでね、も、これね。ほら、僕も性格的に、結構細かく書いてしまう作曲家なので、こういうふうに書かないで自由に、いろんなことで試してみてくださいって言える風になるっ
ていうのは、やっぱこう、メンタル上結構いいトレーニングであるなと、僕にとって。僕にとってね。うん、ただ、ぜひ聞いてみたいですね。まあ、っていうことで、ね、今回はこれで、でもすぐ1時間40 45分かかっちゃう。この間1時間50分だし、もう本当に。いや、一番長いですよ。言われちゃう、本当に。というわけで、まあ、一応ここで区切りましょう。はい、区切りましょう。では、じゃあねー。また。はい。また。はーい、お元気で。